スバル、狼ミオ、犬神コロネ、猫又おかゆが一緒に無人島に行くなら誰？こんなの一択だよ。一択？こんなの全員が一択だろ。これ、一択ですか。これ難しいな。ちょっと待って、こうね、分かっちゃったんだけど、これ分かっちゃいました。スバルも分かっちゃった。何かな、これはどうなんだろう。コロさんのか、字太い。こういうことでしょ、こういうことでしょ。字太いな。みんな思いのまま書いてますね。あ、スバルちゃん自信がないんですか。え、あるよ。お、みおちゃんも描いてますね。みおちゃんもデコレーション可愛いね。うん、可愛く描いてる。これはもうさ、これはもうさ、コロさんはね、デコレーションの仕方がね、もう芸術的すぎるね。本当に美術館に飾りたいよ。飾って。わ、すごい可愛いでしょ。そのでも青紫っぽい色好きだよ。え、イルミネーションみたい。ありがとう。おらすら、オオカミミオ。え、あれ、え、あれ、お、え、これ謎謎じゃないんですか、これ。どういうこと。違う、謎謎。聞いて、なんか音ってんのに。ねえ、どういうこと、どういうこと、どういうこと、何を言ってるんですか。どういうこと。殺された時にトンチ聞かせた結果ってこと。どういうこと。聞かせすぎだろ。で、その問題集にさ、書いてあったじゃん、最初にさ、スバル、ミオ、コロネ、オカユ、無人島に行くなら誰みたいな書いてあったじゃん。あー、で、右までが問題ってこと。そうで、これ、無人島に行くのは僕だよっていうのかと思って、ね、なるほどね。あー、そうだね。じゃあもう一回問題見せてもらいましょう。そういう謎謎謎謎かと思った。あ、確かに本当だ、オカユはスバル、オオカミミオ、犬神コロネ、ネコマとオカユが、でも誰と一緒に無人島に行くことになっちゃうの、僕が抜けたら。確かに。確かに。トンチ聞かせすぎた結果。いや、でもわからない、猫またおかゆが一級のものだった場合は、うわー、それあるだー。それあるだー。はい、ちょっとだー、ちょっとありえるぞ。答え、いきますよ、答え、ドン。うわー、ちょっと待って、そう、理由があるわけですよ。ここだよ。じゃあ何よ何よ。いいですか、じゃあスバルちゃんからいきますね。はい、席戻ってください。まずスバルちゃんと無人島に行ったのが冬だった場合、詰みます。それはガチ。スバルちゃんは全く動けなくなってしまうんで、誰かに動けなくなるガチでしょ。で、コロさんの場合、無人島が超虫がいっぱいだった場合はもう戦闘不能でしょ。あ、そうだ。そうなんだ。で、間取ってミオちゃんは冬でも行けるし、うん、もう虫は苦手だけど一緒には頑張れるかなって、うん、まあ、頑張りはするかな。そう、うん、え、頑張るから4人で行こうじゃん。行かないから。いいね、これ怖い。行かないから、僕なりにまあちょっといろいろ考えた結果、ミオちゃんかなっていう感じです。これはじゃ納得の回答ですね。ミオ社だった。はい、では次の問題行きましょうか。